こんにちは。テンプアカデミー堀秀夫です。今日はおすすめの転送サービスですね。スピアネットの登録方法についてご説明します。ご説明しますというほどのこともないんですけど、この登録画面でですね、お荷物転送先の住所という項目があります。これね、Amazon かなと思う人多いんですけど、そう見えますよね、確かにね。これね、実はね、日本の住所を聞いてるだけですんで、日本の住所を普通に入れてください。普通にローマ字で入れてください。これちょっとね、わかりにくいんで、わかりやすくしてほしいなという感じなんですけど、これ説明したのね、見てもらえば済むことなんで。日本の住所です。荷物転送先の住所。ね、住所をお書きくださいって、ただ書きゃいいのに。荷物転送先の住所というとね、送り先 Amazon のどこなんですかとか質問来るんですけど、Amazon 何箇所までどこに入れるのかわかりません。で、そもそも、これが聞いてるのはですね、日本の住所を教えてくださいと聞いてます。そんなわけで、ご自宅の住所を書けば OK です。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。